九月四日月曜日今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田康次の OK 高次アップ。高アップ。高次アップ。高次アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です。日本放送飯田康次の OK 高次アップ。この後八時まで生放送です。 えー、関東一円、雨雲が、ねえー、かかっております、まあ、ところどころ強まったりまた弱まったりちょっとやんだりという形になっておりますが、えー、日本放送の周りも私、出社してくるぐらいの時間帯は結構、ね、ざーっと12時間前は、うん、降っておりました、まあ、今はしとしと雨という感じのようであります、えー、日本放送屋上の温度計は24.9度湿度で95%。 いや,やっぱり今日は玄関開けるとあ涼しいねと湿度は、ね、高くて蒸し暑いなという感じは少しありますけれども。まあやっぱ、ねえー 半袖だとあこれ半袖大丈夫だったかなというね。<laughs> まああのこの後日中は若干は気温上がるのかね。そうですね。予想最高気温三十度の予想になっていて。まあちょっと蒸し暑いかなと、ね。そうですね。ね、うん、えいう感じでありますんで、まあ今日は傘の手放せない一日になるぞというところであります。で、えー、週末う金曜日が九月一日でありました。で、えー、関東大震災から百年であるとおいうことで、まああのねそういった 週末のテレビだとか、 ね、新聞なども結構特集が組まれていて、まあ今日なんかもその特集がね、えー、続いているぞというところもあるんですが、えー、この日本総も防災ウィークという形で、うん、各番組ですね、えー、防災について、まあ今日は特に考えていこうという日になっております。で、あのこの番組では後ほど7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで、防災特集、今日は内田裕樹アナウンサーにね、ちょっと早く来てもらって、 でえリポートをしようとお願いしようということで、あすでにね、えー、来ております。あのー、あ <laughs> そう週末結構あの。 お疲れお疲れありがとうおはよう。はいよ。<laughs> 今ちょうど出社したようでございますか、ね。そうですね。出番は1時間40分後勤勉だね本当にね。本当ですよね。そ,よそれを考えると飯田さん。なんだよ。え<っ> <laughs> えじゃねえよ。えじゃねえよ。え,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 ええー、<laughs> にいろいろなものがこう。させ、えー、ていただければ。<laughs> <laughs> どうにでも <laughs> いやまあねいろいろほらねルーティーンとかねルーティンってまああのー、この間そうだよあの防災士。 資格を取ったんだということで、前島加奈がアナウンサーとともにですね、あのネットのニュースに上がっていて、東京中日スポーツだったかな、おーおーってようこれなんつって、ねえ二人でそのなんか証書みたいなのを持ってですね、満面の笑みでという写真も載っておりました。えそんな防災士の牛田くんがリポートをすると、ここでハードル上げてほしい。本当ですよプレッシャーですよ。<laughs> まああのー、各番組でね、そうしたさまざまな特集を行っておきます。い、えー、行くと。 う今日はそんな日であります。で、あのー、いろいろね。 あの特集を組んだりとか、まあ、記憶を風化させないであるとかその教訓をどうやって生かすんだというような、ねえー、話があるんですがあの9月1日の紙面でおおと思ったのがです、ねえー、料理の欄とか真ん中の方にそういうのあるじゃんはい、はい、文化欄とかさ結構好きで読むんだよ、はいはい、そういうのさおここのなんかラタツイユとかさおしゃれだねーなっ,って <laughs> そうレシピとか見た <laughs> あでもこれ野菜とりあえず刻みはなんとかなるんだそうそう,そう であのー、9月1日ということですいとん、うん、が紹介されたんですすいとんってご存知ですかねまあ、特にあの戦中あるいは戦後のものが少ないよっていう時期特にお米が手に入らないっていう時に小麦粉をこう薄く溶いてでまあ、それを汁にね、えー、ぐつぐつこう煮立ったスープのところにこのばすとまあ、なんというかこううどんのね、えー、もうちょっとぶよぶよしたようなやつがこういっぱいできるという。でそれをこう 野菜とか具材とともに食べるという、ねえー、ものがあって、まあ、かつて、戦中戦後の本当ものがなかった時代っていうのは本当塩で味付けをしてそれにこう小麦粉を薄く伸ばしたのだけっていうとまあまあおいしくなかったんだよねなんていう、ねえー、記憶があったりなんかする方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、それをこう、ね、今はまあ卵とかもつなぎで使いながらおいしいのを作って。スープね あのスープの形にするのもよし、はい、あるいはそれをこういろんな味付けでチーズ使ったりとかうん、うん、えいろんなこう応用ができるんですよみたいなね、えー、レシピがありましたそういえばあのうちの実家もですねあの母親が。 9月1日とあと8月15日も作ったのかなあとその当時は、まあ、あの東日本大震災より前だったんで1月17日の阪神・淡路大震災の時になんか、ね、思いついたように母親があの水筒を作ってで今日どうしてこういう,こう料理になったか分かるかって言って今日はあの終戦の日だとか今日はあ9月1日、ね、防災の日だけどもともと関東大震災があった日なんだよとそういうのをです、ねあのー、話しながら、えー、食べさせてくれた。 って思い思がありますねやっぱこう舌で覚えるっていうのはまたこの記憶をつなぐっていうところとは別のこうねうん、うん、イメージとか「ああもういろんなこと考えながら料理してくれてたんだな」っていうのをね今更ながらこう思い出すと「じゃあ、えー、俺9月1日に何してたかな」っていうと、はいね「子供に何かを食べさせるわけでもなく <laughs> 今日は金曜日だぞ」と。 スペシャルウィークが終わったぞ解 <laughs> 放感に溢れて。熱れて <laughs> 熱いしビールがうまいぞっていうですね。どちらかというとそっちの記憶ばかりが募っていくんですが <laughs> ええ、たまにはそういうこともやんなきゃな、と反省をいたしました。<laughs> はい あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、らシンアナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッター、改め X で番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん。この後6時半水からご登場。まずは国民民主党代表選挙について。 玉城代表が再選されましたそして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンでは、えー、中国の日本産海産物の全面禁輸について政府は支援策検討中それから、えー、今新庄アナウンサーのニュースにもありましたが政府が世界平和統一連合、えー、旧統一教会の解散命令請求を検討というニュースであります。 えそしてニュースネットワークのゾーンは ASEAN 関連会合、さらに台湾軍がアメリカ本土での、えー、軍事演習に参加をしていたとこういう報道が出てまいりましたえ。ニュースキーワード、ロシアの対日戦勝式典について、そして、えー、スクープアップのゾーンはオープニングでもお話をいたしました。えー、今日は日本放送防災キャンペーンということで、えー 防災士の資格も取得した内田幸アナウンサー登場であります。自衛隊ライフハックについてリポートをしてくれます。メールツイッターアエックスこちらです。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコムツイッター改め X はハッシュタグコージー一二四二 ハッシュタグ工事1242です。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA 茨城朝日村トマト部会から大玉トマト4キロ1箱をプレゼントします。茨城県の南東部鉾田市の温暖な気候と水はけのいい土。そこで育った JA 茨城朝日村のトマトは糖度と酸味のバランスが取れていてそのまま食べてもお料理に使っても美味しいですよ。JA 茨城朝日村のトマトは お近くのスーパーまたはサングリーン朝日でお買い求めくださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えーまあ、今日の紙面はね、バラバラとういう感じであります、えー。朝日新聞一面トップは身寄りのない高齢者、身元保障トラブル、財産管理や遺品処理、悪質業者もという見出しが立っております。まあ このご高齢の方身寄りがない場合というのが、まあ、その身元のね、保証を受けるのが非常にこう難しくなるということ、入院であったりとか施設に入るとか、まあ、いろんなところでその保証人の人が必要になってくるというところがね、えー、トラブルになっていると。まあ、あのこの保証を、ね、引き受ける民間のサービスだとかいろいろなものがあるんですけれども、それに対して、えー 一部でまあ、トラブルがあるということで国が実態調査をするんだということであります。まあ,あの一方でねそうやってこう保証するところが必要だというのがまあ、日本の社会の今現状になっているのでまあ、その辺をこうどうしていくのかまあ、確かにね部屋一つ借りるんだ。 えー、保証人が必要でという、ねまあ、あの身内に頼めればいいんだけれどもと、まあ、逆に今はそのご高齢の方で、まあ、そんなにこう、うん、親戚付き合いとか疎遠な場合に、まあ、あの迷惑かけちゃうのを申し訳ないからといって引き、まあ、受けてくれそうな方はいらっしゃるけれどもあえて声をかけないというような例もあったりするということも聞きますので、まあ、これもちろん国が、ね、実態調査というところもありますけど、まあ、社会的な慣習だと かっていうのを、まあ、あの今後どうしていくのかというのもまたこれ課題になってまいります、まあ、あの今でもすでにご高齢の方、えーね、多いという話ですけれどもこれが2045年問題なんて言われますけれども、えー、今度は段階のジュニアの世代がやがて65そして70、75という,ふうになっていくそうすると本当にご高齢の方が、ね、非常に多いということに、えー、そういう社会になっていくこの先、さらにと。 そういうところも、ねえー、気になるところです。えー、それから、あ読売新聞宇宙ビジネス100億円支援弱さ通じ民間に来年、えー、政府来年度と人工衛星だとか月の探査に関して、うん 資金をを民間企業や大学に供給をしていいくんだということなんですが、この、ま、宇宙開発に関しての予算というのは各省にいろいろこう横になっていると。で、これを、ま、弱者、弱者、弱者に一度集約して、え、資金を供給していくんだという話のようです。まあ、確かに文科省、経産省、あとは総務省だとか、内閣府、え、いろんなところに予算が張り付いているので、まあ、これを一旦弱者に集めて、 そしてまあ省庁が持っている予算だと単年度予算だからそれで使い切ったりとか何とかかしなければいけないんだけど j a x さに集めておいてそこから出せば長期的な資金供給ができるようになるんじゃないかとういうようなアイディアのようであります。まあ、道よりねそのおー 縦割りっちゅうものがこの宇宙開発にも横たわっているというところです、えー、そしてこれは後ほど取り上げます毎日新聞1面は旧統一教会解散請求へというニュースです高額献金組織的関与文科省認定首相、えー、年内に判断ということでん、まあ、これがいつになるのかというのと うんまあ、解散というものをまた絡んでくるのかというところであります、えー、それから産経新聞は EV 磁石脱中国支援政府検討国産調達に補助金ということであります、まあ、EV 電気自動車に使うこの磁石だとかっていうのも重要物資になるとでここを人権や環境に配慮して製造されたことなどを条件に政府が調達企業に対して補助金を出す新制度の導入を検討しているとみられます ということでありますこれは人権デューデリジェンスってね、えー、結構、昨今話題になっているテーマでもありますけれども、まあ、こうした手法も使いながらあ中国ではないところであるいは国産で作るというようなことの模索、まあ、これも経済安全保障の、えー、一側面だよねというところであります。えー、ということで、えー、ここが気になるでありました。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリストの須田新一郎さんです。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、<laughs> メールをいただいております。はい、ええー、こちらですね。静岡伊東市純ちゃんさん、五十九歳男性の方、はいえー。甲子園での嫌な負け方を飛ばす神宮での三連勝。これで今シーズン、須田さんご登場前日のタイガースは。六勝二敗、試合なし二日の好成績です。はい。 わざわざ調べてくださっていありがとうございますあ。ありがとうございます。うますここにも同志がいたのかっていうんでね、いや強いとこいや、本当ですね。静岡伊藤にも同志が。まあ、とはいってもですね、三連勝したわけなんですけれども、はい、やっぱりこう、心配なことはね、えー、大丈夫なのか、えー、大丈夫なのか、えー近,本ね、近本選手。 デッドボール受けましたからね、しかも右のガキにね前に7月にねデッドボール受けて、で骨折して、これ、びっきりしていきましたいや本当にね、心配です今日のトップニュースにふさしいね、いやトップですよ、まさにね、デイリースポーツも非常に大きく取り上げてます。また交代 いや、本当、今日検査だそうです。でかいやただ、これね、ここまで9月まで来ると、優勝争いクライマックス、そして日本シリーズと考えると、これ、まさに近本選手の容体がトップシークレットになっていまそうですね。まとはいってもね、相手のねピッチャーの方も、あれ、完全すっぽ抜けですから、っけだたあんまりね、怒るわけにはいきませんけれども、真剣勝負ですからね。まあねねさすがに岡田監督はは試合の直後ちょっと 怒ってらっしゃいましたけど。まあ、これも、はい、ギリギリでやってる指揮官としては、ね、そうですね。いいところあります、ねえー、リードオフマンですからね,ね。そうですよね。いやでも伊藤は完投したし。はい。ええ、9回にホームラン打たれましたけども。もうなんか、シーズン終盤来て、どん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 勢い増してきてね。バラー。我々二人みたいな。いや本当ですよね。うん、こういうね、やっぱりベテランがこう、ベテランがこう。<laughs> やっこれ秋ね、疲れてくると信じそう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 。若い子たちが疲れてくるところね、我々ロトルがそろそろと頑張っていかないといけないなと。ね。番組終盤向けて。まあ、まだね、番組スタートしてから30分ちょっと。あそうだ。えでもいらないとね、今日も一つよろしくお願いします。 さて、はい、ま,まずはですね、えー、政界の動きということでうん週末、国民民主党の代表選挙が行われました玉木代表、再選という形になった結構ねポイントで争うものでしたが差はついたぞという感じではありましたはいあのですから国民民主党の、ね、方向性と言ったらいいんですか、はい、あの与党とのねつまり自民党との距離感と言ったら、ねうん、向き合い方をどうするのかというのが最大の争点になってたわけですけれども、はい、やっぱりあの前原、えー、氏はですね、えー、もっとと毅然と 野党らしい野党みたいなねでまあというところででまあ玉木さんはですね是非路選って言ったりですかねまあ賛成できるね協力できる説明するね積極的に協力していきましょうというところなんですけれどもただこれにいきなりですね噛み付いてる新聞もあるんですよね野党とはどうあるべきかという考えろみたいなねいやお前たちこそ考えるよっていうねやっぱり現実路線と言ったらいいんですかねやっぱりあのねあの国民民主党を支えてる人 あるねえー、民間労組なんかと話をしてみますとね、はい、の幹部、首脳と話をしてますと、まあ、はっきりとこう言うんですよ。うん、私たちが例えば <laughs> あの辻元さんや福島みずほさんと一緒にやれると思いますかとはっきり言うんですよで、その心はっていうと、はい、やっぱりその民間労組というと、憲法改正にやっぱり賛成なんですよ、えーで、今の日本の国際情勢を考えてみると、そこは避けて通れない話だろうと、はい、それを、ねえー、もう絶対的にダメのっけから、入り口からダメで議論も封じているというね、うやっぱり立憲民主党とはかなりです、ね、距離感が私はあるんじゃないかなと。はい 思うーん、そのね、議論はしてもいいんじゃないかっていう、憲法に対してのスタンスの是非とか、血傘、倒査はもちろん、うん、あるにせよ、いや、議論すらやらないっていうのはっていう声は結構聞きますよね。そうですね、うん、あのですから、そういうかたくなね、はいえー、野党らしい野党といったいいんですかね、うんえー、立憲民主党的なところとはですね、やっぱり一線を画す野党のあり方というのも、 私はあってはいいんじゃないかなと思いますけどねうん、まあ、玉木さんのアプローチはいや社会全体をこう少しでもどうやって変えていくのかっていうと、うんまあ、あ反対することはもちろん反対するけれども、うん、お進めようってことで、まあ、あ部分的に一致する部分は進めていったらいいんじゃないのかと、はいまあ、ある意味、ね、そういう政党があって政策に対して影響を与えるということがあってもいいのかなと個人的には思うんです。けどねねそそうです、ね、ですすやるべきことはの たらたらやってるんじゃなくてか、ね、スピードアップしてね、うん、スピード感を持ってやるっていうことが、今の日本の置かれた状況から考えるとね、もう待ったなしのところですから、はい、やっぱりそれが必要なのかなと思いますけどねうんそうすると、まあ、政党の在り方とか、イメージみたいなものっていうのも、まあ、これは時代によって変わってくるっていうことなんですかね。ねですからね、えー、その政党が訴えている、有権者、国民に訴えていることを、いかにスピード感を持って実現、実行していくことができるのか。 ととといいうところがやっぱり我々国民は求めてるんじゃななのかなともちろん、それは熟議、うんえー、しっかりとした議論は必要でし、はい、ね、拙速に進めろと言ってるわけじゃないけれども,も、ねうん、ただ、えー、その一方でやっぱりスピード感っていうのを求めているんじゃないのかなと思いますけどねうん、まあ、その辺はね、えー、世論調査やるたびに政党支持率ってものも出てきますけれども、はい、まあその辺でこう日本維新の会が評価されたりだとか、うん、国民民主党も評価が上がってきてるとかそういうのとも関係あるんですかね。うん、だからやっぱ やっぱり、あのー、日本維新の会の、ね、支援者を見てみると、はい、やっぱり子育て世代のです、ね、若いお父さん、お母さん、多いんですよ。うでそうすると、えー、海外が何を求めているのかというと子育てにいい環境を作ってほしい、それに実現してきたところが評価されているんだろうと思いますけどねうん、えー。下さんにはき日も8時までお付き合いいただきます。 あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 康二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします,ししますさあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル146円20銭付近での取引となっております、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです 中国による日本産水産物の全面禁輸政府が新たに200億円の支援を調整福島第一原発の処理水の放出で中国が日本産水産物を全面禁輸したことを受け政府は検討されている水産事業者への支援策として既存の基金とは別に新たに200億円程度を充てる方向で調整を進めていることが分かりました 政府は水産事業者への支援策を今週中にも取りまとめて公表するとしております。えー、放出開始から、まあ、10日ほどが経ったということになります。 はい。まあ、いろいろなね、えー、問題が出てきてですね、やっぱりこの風評被害を抑えるっていうことが、はい、まあ、今後必要な措置になってくるのかなと。もちろんね、うん、あの、こういった形で全面金融を受けて、えー、まあ、2億億円の支援をする。えーはい、そういったことをちゃんと穴めしていくっていうのは絶対的に必要なんだけれども、うん、ただですね、やはりちょっと心配なのは、いろんな形でね、えーはい、あの、風評が広がりつつあるっていうね、うん、えー、ところですよね。で、一番最近ちょっと驚いたのは、えー、あの、中国政府が、あの、かつてのね、熊本 水俣病に関してです、ね、出所不明のというか、これなんか、えー、こうでっち上げたんじゃないかという映像とともに、その水俣病にかかった患者の方のです、ね、ちょっと非常に、えー、痛ましいです、ね、映像とともにです、ね、はい、同じことが起こるんだみたいなね<ー>、えー、いうような情報を拡散してるんですよ、はい、でしかも日本国内で、ね、<ー>まあえて雇、ね、用名詞はあげませんけれども、うんえー、日本国内の、まあ、日本のです、ねえー、国会議員がそれをまたリツイートするみたいなね、<ー>え状況で、これ、大変なことが 起こってるなとうでそういったことを一つ一つね、はいえー、きちんと対処していかないと、これ、まあ、国内でも国外でもね、はい、いろいろな問題、風評被害が起こってくるんじゃないのかなと思いますよねうんその辺もう情報戦、まったらなかった感じです、ね、いや、もうん、完全に突入してますよね、ただ単純に、要するに科学的に冷静にです、ねうん、説明したところでね、僕、はい、はこれ政治カードとして使ってきてるわけですから、えー、そういうような受け止め方をしないと、ただ 説明をしている、説明不足だとかね、なん、はい、とかに対して向き合っているとですね、その。 まあ相手の,ですねその情報戦にまあ巻き込まれてしまうということになると思いますねうんうんそうするとこう言ってきたことに対してこう反論し潰すというよりも,もう積極的にこうどんどん広報していかないといいけなとうことでですすかねそうですねそ戦闘を打つ形でやっていかなきゃならないんじゃないかなと思いますよね、えー、うん確かにそのウクライナにおけるねロシアの侵略の時もあの時もいろんなプロパガンダがまあ全世界に向けてまあロシアからも発信をされたけれども、はい。うん まあ、ウクライナは自分たちでどんどん映像を出したりとかして、はい、積極的にやってきましたよねそうですね、うん、で加えて、ですね、あのー、やっぱりどうなんでしょうね、ゴールポストといったんですかね、はい、状況がどん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 変わっていくんですよ、えー、そ,そもそもトリチウムが問題だったはずなのが、はい、放射性物質、いわゆる各種の問題になっている、えー、これについても IAEA は、IAEA、e、の調査だけじゃなくて、うん、第三者機関を含めて、ですねこれはもう、ね、あのちゃんと情報開示されてるし、問題ないんだと。 いうのも明確になってるんですよ、うんはい、ところが、それを聞く身持たずにです、ね、それはまだ不明確だ、説明不足だ、ちゃんとお前、環境省だ、経産、うんね、省のデータ、あるいは IAEA の元データ見ろよと、うん、ちゃんと開示されてるじゃないか、うん、要するにそういったものが開示されてないという思い込みで,です、ねうん、議論が行われていると、これもまたです、ね、問題なんじゃないかなと思いますよ、ねーーまあ、本当、ね、その辺リアルタイムに近い形で情報も出しているし、ねうん、しかも、 複数の機関から出している数字がある意味、近似値取ってるんだから、これはどっかが恣意的にの歪んで情報を出してるとか、そういうことじゃないよねと、ちょっと考えれば分かるんですけれども、そういうことも関係ないっていうそういうところが今度、明らかになってくると、でもとはいっても IAEA もこれを保証してるわけじゃないと、いや、それはそうでしょうと、あくまでも当事者は日本政府であり、東京電力なんだから。 最終的に責任を負わなきゃならないのはそこなんだから、つまり IAEA に頼んだのは、非常に中立的なね、合理的な立場で一番権威を持ってるところだから、そこに検証してもらいましょうというね、そういうところが、そこが保証するわけないじゃないかと。いや、そうですよね、ある意味、決算の数字が出てきたときに、監査法人に監査は頼むけど、じゃあ、赤字の責任を監査法人が持つかって言ったら、そりゃそうだよね、そないよねと、経営が持つでしょもうちょっとこれもまたね、ちょっと考えれば。 とこですけど、まああ、でも、そういうこう、まあ、弁論法みたいなもんですからね,これね,ね。だから、次、次から次へと、新しい問題を提起して、はい、だから、危ないんだというね。この論の立て方なんですよ。うんうんうん、イメージ。イメージですねで。で、イメージで危なそうだというのが勝ち取れれば、それで良いという。ええ。うん。 ああもう、戦闘って,こって、こうなってるんですよ、こうなってるんですよっていうのを、もう繰り返し繰り返しやることが大事なんですかね、これ、ね。で、加えてな、ね、い。まあ、よく、だから、からまあ、その処理水のね、はい、放出について何があっても賛成できない、反対なんだ、うんうん、というです、ね、ここだけは動かないんですよ。うんうん、だから、えー、それにね、結びついていくような、 どん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 出していくっていう戦略を取っている以上です、ね、はい、これ、何を言っても仕方がないのかなと、うんちょっと諦めに向いたような気持ちにもなってきますよね,これねうん、まあ、ただね、今、全世界で見て、じゃあ、あ日本をこうかなり罵っているような、ねうんえー、形で批判しているのは、中国、ロシア、北朝鮮と、うん、で他の国々はまあ理解すると。 はい、こういう形になっている、こういう国々に、まあ、アプローチをしていって、一緒に声を上げてもらうとか、そういうことなんですかね、今後は、うん。とはいっても、うん、その今挙げ、挙げた、ね、参加国は、どうあったって理解しないんだから、そうですねだからえ、そこの理解を得るということはもうしなくてもいいんじゃないかなと、私は思いますけどね同じ土俵に立って、同じレベルでやっちゃうと、ええまあ、日本の。 お価値だとか、ええ、信用がかえって下がっちゃうよと。ただそれよりもですね、ええ、やっぱり国内ですよ。うん、要するに国内でも何があってもさ反対するというね、協情的なですね、そういうスタンスを持っている人たちに対してどう向き合っていくのか、うん、でそれがやっぱり風評被害、えーはい、広げて、福島の漁民であるとか、福島の県民の方を苦しめてるんですよ、うん、彼らが。この問題をどう考えるかですよ。 最近風評加害という言葉がが、ねはい、出てきてりまたりもしてますけど、えー、だからそういうこう言葉とか、まあね、いろんなニュースが出てきますけど、まあ、福島から出てきている。 お魚だったりとか、野菜だったりとか、もう基本的にモニタリング調査で全部安全なものしか市場には出さないんだよっていうのは、もうここ10年以上続けてることですからね、えー、でなおかつで大手メディアがね、はい、堂々とトリチウムが、はい、要するに、ね、魚の中で濃縮されたらどうするんだみたいな、非科学的なことを言い,だ言い出してて、うん、まあどうなってんのかなと思いますけどねうんな濃縮、濃縮ができれば、それは手前の段階でと取り除くことができるんだよと。<laughs> 濃縮されないからこそ問題なんだって話ですよね。ニュース7時またぎ、まずはこの風評被害についてでありました。またいで続いてまいります。日本放送です。 でではニュース7時またぎであります続いて取り上げるニュースですが、えー、これ、毎日チーム、今日一面トップでした、あ政府が10月中旬にも、世界平和統一連合、旧統一教会について、えー、教団への解散命令を地裁に請求する方向で調整に入ったということであります、まあ、一つまたこれで局面動くのかというところですが、須田さんどうご覧になりますかうんあの10月中旬にこれができるかどうかって、私は微妙だと思うんですね。はいで その前に、やっぱり何、あのー、ですかその彼を課すよう、行政罰を課すように、えー、東京地裁に求めるような動きを見せてますよね、まあ丁寧に手続きをやっていかないと、やっぱり信教の自由との兼いがありますから、はい、ただこれ、不服申し立てがもちろん行われて、おそらくこれ、年内かかるんじゃないかなと思うんですよ、この行政罰が確定するために。はい、だから、えー、その手続きを踏んだ上での解散命令の請求っていう形になるでしょうから、私は、ね、手続き上、年明けになずれ込んでいくるんじゃないかなっていう見方を しうまん、まあ、これね、えーまあ、解散命令で完全に組織がなくなるというわけじゃなくて、法人格、まあ、宗教法人としての法人格がなくなるということ、まあ、そうなると、さまざ、あ、まな税優遇とかそういうのがなくなっていくということではあると思いますけれども。うん、本当これ、まあ 問題が出てきた当初から言われてましたけれども、ええ、その信教の自由との兼ね合いっていうのは、ね、まあこれはど、まあ、ついてもありますよね,ね,ねでも、解散、宗教法人として、飯田さんが言われたようにです、ね、はい、解散したとしても、宗教活動できますからね、法人格を持たないで宗教活動をやっている宗教団体というのは、いくらでもありますから、ですからその、ね、これだけの社会問題を起こしているわけだから、いろいろな恩恵を与える必要はないという、うん ういうふうな考えを持ってすれば、信教の自由との、えー、問題は、あつれきは起こらないんじゃないかなと私は思いますけどねうんこれ、その、まあ、政治との関わりという部分が、問題の当初からも言われておりました、まあ、その動員力であったりとかというのが言われてましたけれども、うんまあ、そういうのがこう今回、ま,あ、また解散がどうなるみたいな話と絡んできたりしますかね。ねだかからそこの手続きを何かこう意図 次に遅らせるとかやらないとかっていうことになるとやっぱりほら見たことかと、うんえー、自民党は猫、えーね、の団体水魚団体と密接な関係を持っているとだからやっぱり岸田首相に求められるのは毅然とした対応を取っていくことだと思いますよだからといって拙、うん、速にやれと言ってるわけじゃなくて、うん、やっぱりそこは一つ一つ手続きを踏んで、うんえー、十分にやっていく必要があるのかなと思いますけどねうんまあすでにね七度この質問権の行使をして、うん、で七回目の回答の受領が先月 22日にあったとと、えー、いうこ最初は、ね、質問権一回行使してもすぐにでもみたいな話ありましたけどかなりこう慎重にやってるってことですか、えー、そうですね丁寧な対応を取ってるといることですよね、えーうんまあ、これによって高、ね、額、まあ、献金などが問題になりましたが組織的にやってたんじゃないのっていうのが、まあ、自発的な献金とはまた違うんじゃないのかと、うん、いうようなところが明らかになってきてるってことなんですかね。これえー、だかからあの教団側もね、はい、かつては問題 問題があったと、えー、ただ一連の対応を受けて、えーえー、まあ言ってみればど、どん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 改善してるんだから、解散命令請求っていうのは、えー、おかしいんじゃないかと。 いや、かつて問題があったんですかって <laughs>、まあ、認めてるという状況があるんでね、はい、だから、えー、そのあたりについて、どう捉えるかっていう問題だと思いますけどね。うんまあ、本当、まあ、これね、えー、政治的な、こう、部分の話になってしまっていて、まあ、これも、その、スタンスによってね、えー、まあ、どう、 そういうところが変わってきちゃってる部分もありますけれども、まあ、これはもう法律に則っ,ってやるべきだということですねただこれだけの社会問題を起こしてきたところであって被害者が出てるんだから、ねはいえー、それについてはやっぱり、うんえー、責任の所在を明確にして責任を負ってもらうっていうことが どうしたって必要ななななんんですよですすよよやらきゃいそれは宗教法人だからとか信教の自由があるからではなくて問題を起こしたんだから、はい、それに対して責任を負ってもらうということはどう考えても必要なんじゃないかなと思いますけどね、えー、旧統一教会解散請求へというニュースも取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。 ASEAN アア関連会合を今日からインドネシアで開催インドネシアの首都ジャカルタでは今日4日から7日までの日程で東南アジア諸国連合 ASEAN アアの関連会合が開かれます ASEAN アア以外では日本、インド、韓国などの首脳も参加日本からは岸田総理大臣が参加します えー、アセアン関連会合では日本から岸田総理、中国は李強首相、そしてアメリカは、まあ、バイデンさんが来る予定だったのがスキップしてハリス副大統領の参加ということになります、うんあのー、これをねこのアセアン関連会合について日本やアメリカはこれ、どう位置づけているのかということをちゃんとね理解することが必要なんですけれども、先にですね、うんえー、日米韓の参顧客首脳会合というのがありましたねで。これはバイデン大統領の強い で、ね、で開かれれたものでして、はい、でこれはです、ね、実を言うと、あまり日本では報道されてないんですけれども、うん、クワッドと対応をなすものだというふうにアメリカは意識しているわけなんですよ。どういうことかというと、日本、アメリカ、オーストラリア、インド、民主主義の子と、はいえー、言われているもので、まあ、言っていればあのば、軍事というのもどちらかというと経済面に軸足を置く形での中国包囲網ということなんですけれども、これだけでは、えー、非常にです、ねえー、インド太平洋地域に においいてては、まあ、あの不足してるのでねそれに対して日米韓というその3か国の、えー、まあ連携を見、ねはい、合わせて、これを車の両輪で進めていこうというのがアメリカの基本戦略なんですね。ですから、あのー、これね、日米韓で一番問題大きな問題なのは、経済安全保障が最大のテーマだったんですよ。はい、で、それに関連して、その周辺地域を固めていこうというのが、これは a s 関連会合に対する日本やアメリカの 基本的なスタンスっていう風に考えてもらえばいいんじゃないかなと思いますね。ああ、まあお盆明けのこの時期にね、三カ国集まるんだ。 もうね、あれ、アメリカとかも夏休みシーズンじゃないのとか思ったんですけど、うん、やっぱりこれ、ASEAN アアよりも前にやっとくっていうのがとても大事だったわけです、ね、そうですね、ここを固めるというのが非常に大事であって、で特にですねあの、まああの、なんですか、そのアメリカ側のです、ね、配置を見てみると、トップはです、ね、もちろんバイデン大統領、うん、そしてその両脇にです、ね、ナンバー通閣として、はいわゆ、えーまあ、国務長官ですね、そしてナンバー3、意外なことに 商務、ね、長官なんですよ。 ああなるほど。で、その方はですね、対中国のハイテク輸出規制、これを中心になっていた方なもんですから、その辺を考えてみると、これが明らかに経済安全保障であることが明白なんですね確かにレモンド氏、その直後ぐらいでしたか、アメリカ行ってますよね。中国がいって、ましたそれを受けて、中国に対して、きちんと、まあ、言ってみればプレッシャーかけに行ったと。 いいいいうふううふに考えてもらっていいんだろうと思いますね、うん、そうすると、おそらくですねこれから注目していかなければならないのは、はいえー、この通信、半導体、そして IT の分野で、はい、どういうふうにこ ASEAN と連携をしていくのか、だからただね、一番大事なのは、えー、クワッドは民主主義のこと、申し上げまやっぱりそこでね、えー、価値観を共有する国というのとの連携というのは必要ですから、はい、私は、ね、ASEAN 丸ごととはならないんだろうと思いますね。あただあれですよ 日本で考えると共産党が政権を取っているベトナムのような国もあるし民主主義でやっている国もあるしあるいは選挙はやってるけれども、まあ、ある意味のこう一党支配的なところがあるシ、ええ、ンガポールのような国もある。ええ、でここをやっぱり民主主義で捉えようととすると とボケてくるわけですか。いや別のあの例えばやったから。ええいやいわゆるねその軍事クーデターをねあの起こして要するに民主主義というのが機能していないというねえそういうところに対してはどう向き合っていくのかっていうのが今後のテーマになってくるのかなと思いますよね。でですからあの言ってみればですね民主主義といってもですねこれはイコールまあちょっと権威主義との対峙という点で言うとですねやはりあのきちんと民意が反映されてるかどうか。 というとか一つポイントになるわけで政治体制どうのこうのじゃないんですよ。うん、ああなるほどなるほど。ええ。だからあのー、そういった意味で言うと何歳、はい、ですかねやっぱりロシアとか中国というね、えー、権威主義の国と対峙するという意識ねそういうイメージだと思いますからね。うんまあそうするとまあ,あ政治体制をぬではなくって ここ、同志国みたいなことになっていつまりもう少し言えばね、はい、法による統治、ルールオブローが確立しているかいないか、つまり、えー、いわゆる先進国的な西側諸国的な、ねえー、概念で、付き合いができるのかどうなのか、貿易ができるのかどうなのか、はい、っていうところだと思いますけどね決めたルールはきちんと守るし、恣意的にそれを変えたりしない、はい、うん確かに、まあ、そういう,こう価値観であればね、えー 支配体制云々ではなくて、はいえー、ビジネスがちゃんとできるかどうかってうそうまあその辺、ね、だんだんとこうアセアンの中でも分かれてくるところがあって、まあ、中国と近いよっていう国もあれば距離を置く国もありますよね。距離を置く方のとところと まあ話していくっていう形になるわけですか、ね。そうですね。あのー、ですからねこれから例えば具体的なイメージで言うと、はい、通信の分野で言うと 6G の世界に入ってくるわけですよね。うんはい、でそうするとですねやっぱり技術的に優れているのは、うん、アメリカや、えー、日本なんですよ。でそうするとやっぱりこのグローバルでね非常にこう先進的な技術をも そういう通信陣営と、中国のように、えー、ちょっと技術的な劣り、そしてローカルな陣営、うん、どっちを選ぶんですか、そして双方には互換性はないんですよという体制の行くんですよ。うん、要するにハッキングであるとか情報漏洩のリスクを伴いますからね、はい、えつまり国家情報法に支配されているような陣営というのは、そういうリスクを伴いますから、うん、要するにこれから互換性を持たない方向だというのが、これがアメリカの基本的な戦略なんですよ。うん、そうするとやっぱりこれから、ね国民 経済的に考えてみると、ですね、はい、やはり成長性が高いっていうのは、やっぱりアメリカ陣営の方になるわけですから、うん、そちらは選ばざるをない、うんで、選ぶにあたっては、ですね共通の価値観、共通のルールでやりましょうっていうのが、だからそれさえ守ればね、うん、例えば中国の 企業だってこちらの陣に入ることできるんですよ。ただ<ー>、えー、国内のそういった法律がありますから、はい、あの現実問題で入ることはできないんですけどね。あ以前に田さん指摘されていたその中国企業だって、まあ中国政府に情報を抜かれるっていうことがなければ、ええ、まああの競争で入ってくるのは全然構わないよと。ええ、ただ それじゃあ中国ではビジネスできなくなっちゃうから、実際は無理だよね、ええと、こういう話です、ね、だから完全に排除するわけではなくて、門戸、うん、は開きますよというところなんですね、うん、そうすると、えー、最終的な中国共産党も中国政府もです、ね、で、はい、いや、今までの自分たちのやり方がまずかったんだというところで、まあ、思い至らないと思いますよ、うん、そこにはいかないと思うんですが。仕組みを変えてまで、ええ、あのビジネスは投資するというよりは。ええ 締め付けていく方向なとは言ってもその現実問題、半導体が入ってこなくて、はい、要するに日本やアメリカに泣きついてるわけですからねもう一つその、ASEAN、まあ、各国なりあるいはアフリカ諸国もそうかもしれませんがこの将来的に儲かるのも分かってると。 <で>うん、安全なのはこっちかもしれない、でも、イニシャルの一番最初のコストがやっぱり西側陣営高いよねと、うん、でそこで、まあ、中国の方のシステムだったら、お金もだいぶ援助してくれたりとかあるし、こっちに行かざるをえないんだという国もあるかもしれないんですが、そういうところ、どうフォローしていきますかただそれはね、はい、一帯一路で見えてきたように、えー、債務国のマナーですよで、最終的にはおいしいところを全部持っていかれるっていうね、事例が例えばスリランカであるとか、うんはい、そういった国が 国起に怒っているわけですからね、ね、えーまあ、そういったところでいうと、その初期投資に関して言うと、金を出してくれるけれども、はい、結局は自国の経済が乗っ取られるというね、うんえー、ところっていうのは、もうリアルに分かってるんじゃないかなと思いますけどね。う さあそしてもう一つのニュースですが、台湾軍がアメリカ本土の軍事演習に参加していたというニュースがありました。えー、アメリカ中西軍ミシガン州で8月に行われた軍事演習に台湾軍も参加していたということであります。まあ、あこういうニュースがね、8月になやってたのが今になって出てきたと。 これも情報戦の一種でしょうね、うんはい、要するに、えー、アメリカと台湾はその軍事的にも一体化し始めているよというところをメッセージとして出しておく必要があったのかなと、要するに牽制だと思いますけどねうんこれだけ一体になってやってるんだから、手出ししたら大変なことになるぞというメッセージとしてす、ね、ですからあの、台湾有事の際に、本当にアメリカがですね、はい、その軍事的に乗り出すかどうかというところが、はい、要するに、えー、議論されてきたわけですよね。うん、アメリカは までやるつもりないとかね、はい、そういうある種、こう疑心暗鬼を呼び込むような情報発信が行われていた中で、うん、やっぱり、えー、この台湾軍との軍事演習をやっていた、まあ、これに対しては相当、中国は怒り心頭だと思いますけどね、まあ、本当ね、アメリカ軍がこうフルコミットしないんであれば、後方支援にとどまるんであれば、勝機、うんえー、があるんじゃないか っていうようなね、分析がなされたりしますもんね。ねで、そうすると、えー、日本にとっても、それはね、はいえー、尖閣のリスクとして。はい。ねあってくるわけですから。はいうん、やはり、えー、日本にとっても、この動きというのはね、えー、歓迎すべきことだと思いますからね、うん。で、一方、中国はタイの海軍と合同演習をやると、うん、こういうようなことも出てきました。まあ、この辺の、なんか、双方の陣,営の陣取り合戦そ。そうですね。いわゆるグローバルサウスをめぐっての陣取り合戦。うん というのよ、ね、いよい激化してきたということでしょうねうえー、この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました「日本放送でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしてまいりましたおはようニュースネットワークでした続いて「教えてニュースキーワード」です対日戦勝式典 ロシアのプーチン政権は3日、軍事主義日本への勝利と第二次世界大戦終結の日の式典を各地で行いました。サハリンの式典にはメドベージェフ前大統領が参加。日本は歴史の教訓を学び、軍国主義的な計画を放棄すべきだと主張しました。 降伏、えー、文書に調印したのが9月2日であったということで、まあ、2010年以降はこの日を第二次大戦終結の日というふうふにしていたということでただ、中国が翌3日をまあこうした記念日にしていたということがあって、まあ、ロシアもそれに、えー、合わせたと。 いうことで、うん、まあ、日程の変更等もあったようですが。はい。まあ、そういった意味で言うとですね、はい、やはり、あの、この歴史のね、政治利用っていうことが、あからさまに行われてくるようになっているかなと、はいえー、思いますよね。今、えー、ロシアと、まあ、ウクライナをめぐって、ロシアと日本というのは、あのかなりこう緊張関係というかですね、うんえー、まあ、言ってるよは、敵対関係に入ってきてるわけですけれども、それめげて、まあ、国内的なね、国民的なメッセージと言ったらいいんですかね。 諸国をナチス連合と呼べると。 いうような今そういった指示がですね、えー、出てるようですからロシアでですかロシアでです<ー>ですから要するに、えー、ロシアの歴史教育の中でやっぱり第二次世界大戦のね以降のですね、はい、あのー、歴史部を占める割合というのはかなり割合とね入っててですねやっぱりロシアの現政権の正当性っていうのをいかに訴えていくのかっていうところに力が置かれているんですようん、うん、そういった中でやっぱり、えー、その第二次世界大戦に勝ったというのがはい。 大きな権威づけになっているわけですからねこれを精いっぱい利用していこうということだと思いますけどね。そそしてその第二対戦で勝った た時の相手だったのがナチスドイツであったと、はい、まあ独創戦は本当に差を極めたというのがありましたけど、はい、それがあるんで、えー、ウクライナに味方する国々というのはナチスなんだということを、ええ、うん捉える、ね、だからあのー、ね独創戦が大祖国戦争というふ、ねはい、うに位置づけられて、えー、ロシア国民にとってですね一番、えー、こうなんですかね D N A に刻み込まれているそういった歴史的なあの意、ー、見なんですけどね、うん、でそれを呼び起こそうと はい、あの時の危機をもう一回、えーねえー、思い出すべきだというような方向に今、行っているのかなだから、だけどね、そう考えていくと、よりそれが大きな危機感を持ってると、現代性がは大きな危機感を持っているというふうな裏返しじゃないのかなと思いますけどねなるほど、そういう歴史認識みたいなものも引っ張り出してこないと、ええ、なかなか気持ちをこう向かせられないっていうところがあります、ええ、政権批判に向かってしまう,うで、ましてや今、ドローンを使って、ですねロシア国内、モスクワ等が攻撃されてるわけですよね、はい、そうですね。 答えは不明だとということになってますけれどもロシア国民もです、ね、もううすうすそれがウクライナからやってきた攻撃だということを気が付いてますし、うん、だとするとね、いつ何時、はいえー、ロシアの本土もですね国土も攻撃され,たされるんではないかという、そういう期間があるわけ、まあとは言っても、ですね、えーえー、ウクライナはロシアと違って国際法を守る国ですから、うん、軍事施設しか攻撃してないわけですけどね。うんまあ、本当ねウクライナが やったのかどうなのか、あるいはロシア国内の反体制派の可能性というものも指摘されてますもんね。えー、で特にあの独創戦の記憶っていうのは、はい、海戦当初、ですねあのナチス・ドイツがですね徹底的にロシアの空軍を叩いたために、えー、その時保有していた航空機の7割を失われ、制空権を一気に失って、もう海戦当初からモスクワであるとか、はい、あるいはサンクトペテルブルクが空爆されってるんですね。 うんまあ大量虐殺に合ってるんですよ、そういった危機感をもう一回読み起こせるっていうのが、うんうん、非常に意味のあることなんですねうん空からの攻撃の怖さみたいなものも身に染みている部分があるそうです、ね、えーうでまあ、これね、えー、こうして日本に対しても、おまあ、プロパガンダ戦をやってきてるわけですが、一方でそ、北の 東方四島からまあミサイルが撤去されたであるとか、こういろんな話が出てきてますよね、うんあのー、ですから、まあ、それが一体どういう意味合いを持つのかっていうところなんですけれども、はい、水晶島の灯、ね、台、えーえー、は色がきちんと塗り替えられて、国旗がロえーうん、ロシアの国旗が掲揚、えーね、されてるというところ、まあ、これをほ日本国内の方から見ることができますからね、はい、でこれもです、ね、ある種のメッセージなんでしょうけども、それだけ、えーまあ、どうなんでしょうね。 大き野沢、ね、岬があって、その、まあ、根室があって、野沢岬があって、その先に歯舞群島があるの、ね、で羽生前群島と。の間のところの浅瀬 まあ今浅になっっちゃってますけどに水晶島って島がもともとあって、ええ、そこに灯台があって、はい、これはもともと日本が建てたものであるんだけれども、うんまあ、色塗り替えたりとかっていうのはロシアがある意味、主権を行使したってことになるで、ねええ、だから今まで打ち捨てられたものが、はいえー、そういう形で、えーまあ、回収されてるわけですけれどもそれは当然日本から見てることをまず意識しているということ だ,だと思いますけどねうんそうですよね、日本、ね、あそこは本当、陸上からでも目を凝らすは見えるってところですもんね,ねでなおかつ、それ本当なのかと私は思いますけども、はい、ラブロフ外相がね、言ってみれば、要するに北方領土で譲歩する予定はあったんだと、日本に対して。あ<ー>でところが、このウクライナを巡っての日本の対応を巡って、これ、永久にそれが失われた。 というようなね、ある種のこ揺さぶり、はい、本当に譲歩するつもり、お前たちはあったのかって私は思いますけどね。そうですよね。ええ、結果的には全くそういった気配もなかったし、経済協力を引き出そうとしていた部分ばかりだったじゃないかははい、はいうーん そう考えるとね、ねやっぱりそういう情報戦で揺さぶりをかけるということは、もうロシアはテレンテクだとやってくるわけですかそうすると、やっぱり北方領土の変化を望んでいる人たち、はい、北海道の人たちに対しては、今、ロシアとこういう敵対関係にある日本政府の対応っていうのはおかしいんじゃないかという分断を図ってこようとしてるのかなと思いますよね。うんなるほど さあ、今週のスクープアップのゾーンは、日本放送が9月1日防災の日に合わせて展開している防災キャンペーンに合わせまして、今日から5日間防災に関する様々な情報をお届けしてまいります。今朝は自衛隊のライフハックについて、 えー、このたび晴れて防災士の資格を取得しました<ー>そうなんです日本放送内田祐樹アナウンサーにリポートしてもらいます1時間40分前から会社に入っていた <laughs> 内田アナウンサーですおはようございます日本放送アナウンサーそして防災士の内田祐樹でございますよっ防災士ありがとうございますこれ防災士ってごめんね本論に入る前に <laughs> はい難しいんですか そうですね。あの、難しいというよりは、しっかりと授業を受けましょうと。うん、おしっかりと防災の知識を身につけましょうという資格なので、まあ、時間はかかりますが、しっかりと勉強すれば取れるものかなと思います。なるほど。え、ちなみに一発合格一発合格でした。<ー>すごいじゃん。ゃんちょっと自慢していいですか満点合格でした。ええ<ー>。<laughs> 謎のドヤ顔ですよけど <laughs> <laughs>。満点がすごいのかどうなのかわからない。 えさあ、あはい、今回は、えー、今回私が紹介するのは自衛隊ライフハックです。うん、はい。まず、ライフハックというものは、えー、仕事や日常生活で役立つアイディアやテクニックのことでして、うん、まあその上で自衛隊ライフハックというのは、自衛隊が持ついざという時に役立つアイディアやノウハウのことを指しています。うんはい、2017年から動画などで公開されますと大きな話題となります。うん なりまして書籍化もされてまあこちら今手元にあります自衛隊防災ブックというものなんですけれども、はい、これが三十万部を売れる,、ね、る大あ大ヒットとなりましたまあ大きな話題ともなっていますもともとはこの自衛隊の仕事を知ってもらいたい身近に感じてもらいたいということで企画されたものだったんですがお<ー>まあ災害時に役立つ情報数多くありまして防災の取り組みの一つとして、うんえー、チェックしているという方もいらっしゃいます、うん、まあ自衛隊は本当ね こ,こそ災害が起こった時とかにもうライフラインが全部途絶した中で自分たちで自己完結しなきゃならないという組織だから使使ええるるももものは何でででみたいなんすすよねそう、まあ、そういった自衛隊のノウハウを今日、自衛隊ライフハックという形でご紹介するんですがまずは改めて自衛隊の災害派遣についてお話をしたいと思います。はい えー、自衛隊は自衛隊法という法律にのっとって災害に対する行動を行います、うん、大規模な災害が発生して警察や消防海上保安庁などでは手に負えない場合に都道府県知事からの要請を受けて必要と思われる部隊が現場に派遣されることになっています、うんうん、まあ、ただ1995年の阪神大震災の経験を経て現在では震度5以上の地震があった時などは指揮官の独自の判断で派遣準備を進め現地に向かうことも できるようになっています。と、はい、これが自衛隊の。ええええ 災害派遣という形ですまあ阪神大震災の時は知事からの要請がなくて部隊はもうスタンバイして待っていたけれども門の外に一歩も出れなかったとっいうね苦い思い出あのというか、ね、経験があったということでありますだからこういうね自主派遣というものが制度として整えられているとというところ制度としては整ったんですけどもやはりこう救助活動の現場では災害後3日間72時間というのが勝負と言われています。けれどもまあ自衛隊など がこう救助にいつ来るのかというのは災害の状況によって左右されるものでもあります。待っているだけでは自分の命救えない。 可能性があります、はい、まあこういったこう災害による被害をできるだけ少なくするには自分を助ける自助、うん、共に助ける共助、うん、そして公の助け公助の連携が不可欠です、うん、そしてその中で最も基本となるそして重要なのが自助、うん、自らを助けることなんです、うんうん、まあ自分が助からないと周りの方を助けることもできませんので、えー、こういった時のまあ災害時に命を守るための知識の一つとしてこの自助に役立てて欲しいのが先ほどお話ししました 自衛隊ライフハックです、はいまあ、自衛隊が持つアイデアノウハウを知っていると災害時に役立つ場面が出てくるかもしれません。ということで、うん、今日は自衛隊ライフハックどんなアイデアやノウハウが紹介されているのか今回はこの自衛隊防災ブックの中からいくつかご紹介していきます。うん、いはい まずは屋外で睡眠を取らなくてはいけないときに役立つかもしれない自衛隊ライフーク、うんえー、部屋の中でこう家具が点灯したりなどして普段の寝具で寝られないときにブルーシートと新聞紙があれば簡易的な寝袋を作ることができます、えー、ブルーシートのまずですね両端をこうガムテープなどで束ねまして飴のめの包み紙のような形にします。 で、その中に新聞紙を敷き詰めると簡易的な寝袋が完成します。<ー>寝るときはですね、こう、納豆のわら容器のような、うん、感じで中に入りまして、顔だけ出して寝るんですけれども、昨日実は私、あの、このブルーシート寝袋で実際に寝てきました。えー、マジではい。寝てたあの、作るのはとっても簡単。もう5分あれば作れるんですけれども、ね、まあ寝心地はそうですね。 思ったよりは寝られるなというような感じでしたね。うん、新聞紙のこうちょっと厚みがあるだけでも実際こう床に寝るよりはなんだか少しだけクッションになりますし、あと包まれてる安心感っていうのは災害時これ大きなことかなと思いますね、うんあの。ブルーシートをただ上にかけるよりも寝やすいのかなというふうには思います。うん、そしてあの新聞紙引いてることで寝汗かくんですけど、この寝汗吸収してくれるで意外にそこは快適だったかなと。うん いう風な感じでした。まあ、もちろんね、これはあの、どうしてもという時に使う方法ではありますけど、ええ、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。寒くなかった。寒くなかったですね。やはり保温性がしっかりありましたねいい。なるほど、まあ、新聞紙とかもね、結構保温性あるというかな、ねはい。さあ、そして続いては、はい、明かりがない時に役立つライフハックです、うんうん。停電時に家にある食品をロウソク代わりにすることができる方法。うんはい、使うものは。 ツナ缶です。ツナ缶はい。これはあの、<お>オイル漬けのツナ缶なんですけれども、このツナ缶の缶の蓋に穴を開けまして、<え>乾いたティッシュで作った小よりを刺します。うんで、この小よりに油がしっかり浸透したところで火をつけると、うん、ろうそくのように長時間火がつくと。そうなのはい。<ー>実際これも私昨日作ってみました。あの、 き、切りなどでこう穴を開けたらいいかなと思ったんですけど、そのやっぱりし、ティッシュの小よりっていうのがそこそこの太さがあるので、はいはい、蓋を普通に開けてやってみたんですけど、これでもちゃんとつきました。あ、ほ、えー、はい。あの、まあ、なんていうんですかね、染み込むまでは小より時間がかかるんですけど、つけてから30分、45分は無理だったかな、30分ちょっとぐらいは。 火がついてましたので。はい。まあちょっとね、あの、匂いだけは、あの、ちょっと魚が、焼き魚のような匂いがしますので。なるほど。うまし。あの、これ使った後にちゃんとツナ缶も食べられますから。ね。確かに。一石二鳥と言いますか。まあこれ、あの、実はツナ缶でもできるんですけども、バターでできる方法もありますので、 ぜひこちらも試していただけたらなというふうに思います。まあ、こうしたライフハックをですね、自衛隊の YouTube ライフハックチャンネルでは動画の解説付きで紹介されていますので、災害対策だけでなくあの普段の生活に役立つ情報もありますので、一度ご覧になっていただいて、ぜひね、試していただければなと思います。まあ、自衛隊の方も何事も自分事化するのが大事ではないかと、えー、そうすることで自然に知識が身について、知識が身につけば技術も習得でき できると思いますと、おっしゃっていましたので、うん、ぜひこの機会に一度ですね、試していただけたらなというふうに思います。うん、そうだよね、知ってると知らないっていうのだけで、だいぶ変わってくる、ね。はい。またその知識を経験にしておくことも、実際の災害の時には大事なのかなと思いますね。うん。まあ、そこで七十二時間を乗り切ればと。はい。うんええー、今日は内田有紀アナウンサー防災士。 はい。ありがとうございます。に、え自衛隊ライフハックについて、えリポートをしてもらいました。え内田君、この防災士の資格を取ったということもありまして、これ、いろんな番組でね、また、リポートとか、はい。え予定があるんでね。今日の夕方には、辛抱二郎ズームという番組の中で、辛抱さんが、辛坊さんが朝から出てきました。君の天敵。天敵と、天敵では全くないですけれどね。はい。お世話になっております。え夕方もぜひお聞きいただければと思います。内田幸アナウンサーでした。